listening to Shibuya Cross FM. からはペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよをお送りいたします。番組のパーソナリティを務めさせていただいております NPO 法人若者メンタルサポート協会理事長をしております岡田沙織です。今週もよろしくお願いします。ね、もう11月最後ぐらいですよね。なんかもうすぐ年末っていう感じで街も少しずつちょっとねクリスマスっぽいそんな渋谷から今週もお届けしています。ということで、この番組はですね生きづらさを抱えた若者をはじめ悩みを抱えた大人の方たちにもですねちょっぴり心が楽になるようなそんなメッセージを発信する番組となっております。今日本ではですねこう生きづらさを抱えてこう苦しんでいる若者たちというのがもう本当に大人が想像している以上に日本にはたくさんたくさん存在しているんですね。でみんなその結局欲しい愛を親からとか周りの大人からもらうことができなくて消えてしまいたいと日々悩み苦しんでいるわけなんです。だけどその苦しい思いっていうのは本当は愛されたいし生きたいし幸せになりたいっていう心の叫びでもあるわけなんです。で私自身もですね、ねまた始まってますねブログの更新が止まってますけどね、心が楽になる魔法というブログをね、やってましてでそこにね赤裸々に生い立ちを綴ってます。でそこにも書いてる通り私も居場所がなくてですねさまよい続けた女の子だったわけなんですよ。で大人になってとことんとことん自分と向き合って、まあ、人生を変えてくることでですね自分を好きになってあ幸せになってそして今は当時の私のように悩み苦しんでいる若者たちの24時間 LINE の無料相談の活動をする団体を運営しているわけでございます。でですね番組ではそういった苦しんでいる子たちへのメッセージはもちろんなんですけど親御さんとか大人の方も今この時期本当に悩んでいる人が多いです。そんな、ね、方たちに向けてちょっぴり元気が出たり心が楽になったり勉強になったりそんなメッセージを発信するべく毎週水曜日午後4時から渋谷クロス FM にてお届けしています。ということで今日はですね久しぶりにゲストさんなしで岡田が一人でべちゃくりゃしゃべくり倒す回をお送りしますので1時間どうぞお付き合いください。今消えてしまいたいと一人ぼっちで悩み苦しんでいる若者たちはもちろんのことたくさんの大人の方たちにもぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよはこの後4時50分までの生放送です。この番組は経済的向上をアシストする一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたします。Music's our various emotions. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM.はいということでですね今日は一人で久しぶりに岡田が人をびちゃぶらしゃべくり倒す会ということでですねなんかさっき確認したら9、10、11、まあ、約3ヶ月ぶりぐらいですね。でこのコロナ禍の中でちょっとね私もちょっと疲れたり体調を崩したりとかやっぱあるじゃないですか。でそういった中でねコロナ禍だったんでもう一応なんか大事をとってというかね家も遠いし1時間電車に乗るんでなんかあって周りにばらまいたりしてもいけないなっていうのでちょっとお休みもらうことも多かったこのコロナの期間でしたけど緊急事態宣言も明けてだいぶね街も普通に、まあ、だいぶですけど戻ってきたりなんかもして少しずつ本当渋谷もね人がにぎわっていてびっくりするぐらい街にね本当人も増えてきてなんか私はこういう方がもちろんいいなと本当に思ってます。でね渋谷も年末にもうすぐ差し掛かってきて
私の大好きなですね、1年で一番大好きな12月がやってくるわけなんですね。で毎年いつもこの話するんですけど、12月ってうちよく9月1日がね、子どもの自殺が多いですよねみたいなことで、まあ、夏休みとか9月とかに相談が、まあ、一般的には多いみたいに子ども支援に関しては言われるんですけど、うちやっぱ統計的に12月が圧倒的に相談が多いんですよね。で去年1年間やっぱコロナ禍ということでどんどん相談が増えて、そのクラウドファンディングをやった6月は2万3000通とかだったんですよ、1ヶ月。それが12月に4万通を超えて4万1000通超えて、で今年に入ってすごく下がるかというとそういうわけではなくて、去年のちょうど1年前からやっぱり 1.5 倍から2倍の相談が来てるんですよね。でそういったことをこう今年は本当に取材とかテレビとか新聞とかいろんな取材がたくさんおかげさまで来て、その時にもやっぱり倍増したっていう話をしていて、でオンライン場所もね去年は開設をし、まあ、資金の関係から今曜日というか日数を減らして運営してますけど、この場所はずっと続けたいなということで、実はね後半にも告知しますけど、来週また第2弾でクラウドファンディングをスタートすることにしたんです。でも今回子どもプロジェクトというね、レディーフォーさんでいつもやらせていただいてるんですけど、レディーフォーさんで子どもプロジェクトっていうその社会的擁護とか子どもの支援をしているクラウドファンディングを、子どもプロジェクトというレディーフォーさんのプロジェクトの中に組み込んでいただいて、真鍋かおりさんとかそういったこう、ね、インフルエンサーの芸能人の方もシェアしてくださったり応援をしてくださるっていうプロジェクトになるそうなんですね。でありがたいことにそういったことでどんどんちょっとうちも来年は本当ちょっと気合を入れて活動を広げていきたいなと思ってるわけなんです。まあ、今日ちょっとスタートしたら、今日の課題はですね、テーマはふーと今日こう渋谷に向かいながら、今日ちょっと車でいろいろ寄るところがあったんで、法務局とか回ってきたんで車だったんですけど、運転しながら、あ、今日なんかちょっと発達障害について喋ってみようかなと思って、でいつもはこのクロス FM さんのこの番組の中で生きづらさをこう乗り越える方法とか心が楽になる話とか、そういった話をすることがほとんどだったんで、あんまりこういったこうテーマを絞った話ってしてきてないなと思ったんですけど、なんかねふと、あ、そうだ、してみようと思って話せってことなんだと思います。で今日はちょっとそんな話をしたいなと思うんですけど、まあ、その前にここ最近の近況としてですね、昨日はうちの団体の定時総会なるものを開催して、まあ正直なところ今までは設立時にお力添えをいただいてた行政書士さんにも全部丸投げでやっていたので、去年今年ぐらいから自分でもうその方にねちょっとやめて、ご多忙でちょっと抜けられたこともあったんで、あ、自分一人でやんなきゃみたいなので、何の資料どれだけいるのかもうてんやわんやしてたんですけど、まあ、そういった時に新しく入ったメンバーが僕できますよ、専門ですよみたいなことで法務局の手続きの資料をこう一緒にやってくれたりとか、もう本当ね支えられてるんです、教会の仲間たちに。で昨日は定時総会も行い、新しいメンバーもどんどん入ってくる中で、もちろんね辞めてもらうわざるを得なくなっちゃった方とか、ちょっとそれは違うでしょっていう違反を起こして辞めてもらった方とか、まあもちろんこの1年いたんですけど、本当びっくりするぐらい抜けたと思うと代わりにものすごい戦力になる人が入ってくるみたいな、なんかそんな不思議な1年でした。風の時代とはよく言ったもので、風の時代に入ってからそういう動きが活発で、なんか私自身もですね今年1年はものすごく転換期だったなって思うんですよ。でもちろんなんだろう、なんか私すごく鉄人みたいに言われることあるんですけど、なんかすごい強そうとかバリバリこなしてそう忙しそうとか、もちろんその忙しいというよりもそので、今日この後話す発達障害の話にももしかしたら共通するかもしれないんですけど、なんか優先順位とかなんかその辺がいまいち分かんなくて、自分がしたいことしちゃったりとかするんで、どんどんやんなきゃいけないことがたまるみたいな、それで結局自分で忙しくしちゃってるっていうのもあるったりするんですよ。もっと多分段取りよく仕事を進めてタスク通りやればなんてことないことをなんかこう、なんか溜め込むみたいな、だそういうのもあって忙しいっていうよりもなんか自分自身の時間術とかなんかタスク管理みたいなものが単純に苦手なのかなって自分で思ってるんです。でそういうなんか私のなんかこうオフィシャルな SNS とかを見てくださってる方の勝手なイメージ像みたいなのが
結構あって、いや私そんな人じゃないけどなみたいな。でそのギャップ別にいいんですけど、ただ私息子たちからもなんか素の自分もっと出せばいいのに、そんなに仕事できる人じゃないし、もっと子供みたいな人だしみたいな、そういうのを出せばいいのにねって、出してるつもりなんだけどねっていう話をよくするんですね。まあ、何が言いたいかというと、その今年1年すごく過渡期だったんですよ。で、ね、今年のこの一人で話す会でもよく風の時代とか転換期って話は散々してきたと思うんですけど、今このね夏休み明けた秋ぐらいが一番結構ダダダダダって、今年その転換期がみんな全員多分漏れなく起きていて、こうね、なんかこの夏越えた秋が特にまたガガガって多分悩んじゃった子多いと思うんですよ。これ私もそうだったし、うちの教会 の、 あの相談員さんもいるんですよ。何人か実は辛いみたいなっていうぐらい、あのこの秋はね、あのみんな結構そういう時期だったのね。でもちろんそれって成長痛みたいなもので、自分がどんどん成長したりレベルアップするためのものだから、苦しい苦しいで終わらせるのか、苦しいけどこれ意味があるなって、これなんでだろう、自分がどう成長していくんだろうっていうふうにしっかり受け止めて階段をよしって登るのかっていうところで、これからの人生本当に変わってくるのね。で若者たちもいたんすよ、やっぱりね、そういう気づいてでも落ちて、でもやっぱり気づいて成長していくっていう子たちが、これから来年にかけてあのすごく成長もするし、また新たないろんな人生、うん、いろんな生活を目の当たりにするんじゃないかなって思います。で私自身もちょっとね、秋なんでこんなにいろいろ起こるんだろうって思いながらも、ああ結局ここだったんだみたいなところにすごくね、ここ最近この数週間かな落ち着いて、やっとこう思い鎧が少し取れたみたいな、うん、これでよかったんだみたいなね、そんなことが起きてます。まあそういった話もぜひシェアしていけたらなと思うんですけど、まあ、ブログを書きます、今日明日とかで、まあ、今日の実は、ね、発達障害のこともブログで書いてみよう久しぶりにと思って、途中まで書いた記事があるんでちょっと近々更新したいと思うんですけど、あの後半ね、あの発達障害ってやっぱすごくまだまだ大きな社会的にも課題でテーマなので、今日ちょっとそのことについてお話できたらなと思います。その前に番組のテーマ曲参りたいと思います。はい、山本香里さんで愛されたい。
はい、ということでお送りした曲は山本香里さんで愛されたいでした。午後4時からお送りしておりますペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということでね、渋谷相変わらず賑やかですね。だいぶね、本当あの渋谷ぐらいなんですよね。なんかすんごい音楽かけて走ってるトラックがいたりするの、はーってホストクラブだみたいな。なかなかね、多分地方の子とか見たらえーってなるんでしょうね。なんか日常になってるけど、なんかね、昔はもっとこう CD とかミュージシャンのトラックが多かったのが、ホストのトラックやたら見るんですよね。まあ、そんな渋谷から今日もお届けしてます。でですね、あのね、マナ見てくれてんだね、ありがとうね。受験だしね、いろいろ勉強しながらマナも大変だったと思うんだけど、みんななんですよ、その転換期。まさにこの9月10月11月で、やっぱこうね、こっそり今ちょっと辛くて落ちてたんですよみたいな相談員さんもいたり、あと落ちてないにしてもなんかすごく大きい、なんだろうな、こう人生変わるような、何か引っ越しとかでもいいし、なんかちょっとこう大きく変わるようなことがね起こる人もたくさんいたりして、やっぱ周り見てても私もそうですし、なんか新しいエネルギーが来てんだなと本当に思います。まあ、でもそんな中で今日はちょっとそういったエネルギーみたいな話じゃなく、発達障害についてぜひ話ができたらと思うんですけど、私なんかここ数年会った人にあんまりなんか忘れてたんで全然言ってなかったんですけど、いつ9年前かな、の今ぐらいに、8年、9年前ですよね、ごめんなさい、今ぐらいにあれなんですよ、その、ね、娘にしたさえと出会った施設で働き始めたんですよ。で、紹介で社長さんをと知り合って、そこの施設の社長さんと知り合って、こういう子どもたちのことがやりたいって話をしたら、うちにも18歳の女の子いるし男の子もいるので、ぜひうちでやったらいいよみたいな、あーなんて私にぴったりの仕事が見つかったのと思って、もうそれで生活できるなんて嬉しいと思って、そこの施設の職員に入るわけですよ。で、そしたら当時18歳だったそのさえ、娘のさえもいて、であとはその男の子が何人かいたり、女の子も、まあ、女の子もいない子、男の子がいたり、あともっと言うとおじいさんがたくさんいたんですよね、60歳70歳の。今どういう施設かというと、みんな何かしらの何とか障害がついていて、手帳とかを取ってたりするわけで、あとは全員前科がある人たちですと、刑事もそうだし、その少年院とかで前科のある子たちですと。で、まあ私その外録チャンネルって YouTube でも話をしているように、まあ蓋開けてみたら、結論から言うと、まあちょっと悪徳貧困ビジネス施設みたいな施設だったんで、その時にああもうこれは解散ってなった時に、その娘だけはと思って連れてきて娘にしたっていう、まあ経緯があるんですね。で、まあそれがまだ発覚する前、働いて間もない時に、そのなんかみんな発達障害とか知的障害とかいろいろ言ってるわけですよ。で、発達障害ってなんか聞いたことあるようなないような、なんだろうと思って、私よく知らなくてネットで調べたんですよね。で、発達障害ってなんだろう、どういう人がいっぱいうちのこの施設にいるんだろうって調べたら、 ADHD というのと、当時アスペルガーっていうのがあって、今は自閉症スペクトラムって言うんですけど、で、はぁーって、アスペルガーの、その特徴を読んだ時にまんま自分だったんですよ。なんか自分の取説が書いてあるみたいな、何これ何これ何これっていう、なんかねすごい衝撃だったんですね。なんか衝撃だったんですねで、ね、一個だけなんかこれ違うなと思ったのは、掃除ができない、片付けが苦手みたいなのがあったんですよ。で、いや私でも掃除すごい好きだけどなと思って、で次の日その施設の、まあ、結局悪徳な人代はあったんですけど、そこの施設のなんか社長の右腕みたいなその女の人に、昨日ちょっと調べたら私そうじゃないかと思ってって言ったら、まあ、当時おかちゃんって呼ばれてたんですけど、おかちゃんそうだと思うよって言われて、言ってよみたいな、でなんかどんどん嘘みたいになっちゃったんですよね、その時で。まあその3日間、結論何かというと、もうそれ知った時3日間ぐらい本当落ち込んで泣いたんですよ。なんで泣いたかっていうと、やっぱね、障害って何っていうショック、
なんか、なんかそんな知らない、まあ、当時はそのなんか病気みたいに思ってたんで、今は全く思ってないですけど、個性とか特徴だと思ってるけど、やっぱ当時は障害って病気みたいな、手帳も取れるわけだし、私障害って病気なのっていうショックで3日間泣いたのと、あともう一個の同じ感情が出てきて、あのシックスセンスって映画見たことある人いるかな、まあ、なんか結論がこうサプライズ系なんで言っちゃうとあれですけど、そのシックスセンスって最後ブルースウィルスが出てきて、俺死んでたのかって映画なんですけど、言っちゃったなんですけど、その死んでるって気づかないで過ごすんですよ最後まで。でその最後に知った時のブルースウィルスの気持ちだったんです。もうまさに要は俺死んでたのっていう、確かにっていう、こうショックのこう辻褄合わせみたいな、確かにそうかもそうかもそうかも、あーっていうショックと、なんだ死んでたのかっていう安堵感みたいな。だからその私で言うと、何障害って、病気みたいなショックと、まあ、ほぼ同じぐらい、あーもう頑張んなくていいんだっていう、なんか安堵感だったんですよね。なんか自分の性格がすごい嫌で、直さなきゃ直さなきゃってずっと思ってたし、なんでこうなんだろう、なんで自分ってこうなんだろう、直したい直したいとか、もっとこうなりたいって思ってたのが、あなんか直んないんだみたいな、あもう無理して頑張る必要ないんだって安堵感で、なんかこう3日間ぐらいいろんな感情が溢れて泣いちゃったんです。で、まあ、ブログにもこのことを書いていて、今度公開するんですけど、とりあえずその時仲良かった3人ぐらいの人に言ったんですよ、自分をよく知ってそうな。で今も付き合いのあるお姉ちゃんみたいな友人と、今はそんな会ってないけどたまに連絡取ってる友人と、もう一人は、まあ、よく掃除すごく私を、それまでの自分をすごく理解してくれてた元彼みたいな人と3人、私ねって発達障害だったみたい、エスペルガーだったみたいって結構こう深刻に LINE 送ったら、3人、まず2人は知ってたよって来たんですわ。で、なんで言ってくれないのみたいな、知ってたってどういうこと、まずそこでショックを受ける。で一人そのお姉ちゃんみたいな友人は、ちょっとそれ分かんないからちょっと調べさせてって調べた時に、まあ、その友人は結果感謝をされるんですよ。まあ、何かというと、弟さんも調べたら発達障害ってなんだろう、さおちゃんに言われてって、あのアスペルガーを調べたら、まあまあ自分の弟がすごく当てはまって、その弟さんもやっぱすごく反発して、こう喧嘩になって、本当はすごく思ってるのに伝わらなくてすごく喧嘩になったり、その弟さんはそのアスペルガーゆえ28回逮捕されてるんですって、服役してるって。でそれってでも結構騙されて、なんか反社みたいなクザさんみたいなところにこう入れられて、でなんかこう罪を、うまいこと言われて罪をなすりつけられて入る、でまた出てくる、でまたこうよく戻ってきたねって優しくされて、またうまく利用されて入るっての繰り返しだったらしいんです。でそのお姉さんである友人は、騙されてんだよって言っても、あんないい人たちをなんでそういうこと言うのって言って、全然分かってくれなくて、本当兄弟として辛かったけど、弟これだわみたいな、サオちゃん教えてくれてありがとうって、まあなったんですよ。でまあ何かというと、結局でその後私その施設の人にも、もう母ちゃんそうだと思うよって言われて、まあ後でちょっとあるあるとかについても話したいんですけど、結果、診断に行ったんですよ。ちょっと調べてみないと何とも分かんないなと思ったんで、その後その施設辞めた後ですけどね、あの発達障害調べてくれる心療内科に行って、まあ、検査をしたら、まあまあ話を聞いて、発達障害の検査って、はい陰性です陽性ですみたいなことではなくて、ウィスクっていう IQ の診断をするんですよ。で IQ を調べて、その一般的な人って IQ がこうだいたい平均的にこう全体的にこう、ね、低い高いはあっても、全体的にそんなにこう能力の差はないんだけど、発達障害って言われる人はすごく得意なことと苦手なことのこの差が大きくて、 IQ がこう項目によってバラバラでジグザグなんですね。でそれとお話を聞いて、まあそうでしょうっていう判断をお医者さんがするっていうものなので、まあお医者様からはもう、あの岡田さんはそうでしょうねというふうに言われたんです。でまあ実際ジグザグだったんで、で何かというと、私のまずすごく苦手な部分っていうか、その決してあの IQ が高い低いではなくて、結構ね上の方でジグザグおかげさまでしてたんですけど、その特にそれでも平均より下がってて低かったのが、あの言語理解だったんですよ私。どういうことかというと、例えばよく言うんですけど、じゃあ人と話をしててとか、あのこの間公園でどうたらこうたらって言われるじゃないですか。そうするとあの公園、パークの公園なのか、こうスピーチの公園なのか、
どっちだろうって分かんないんですよね。で聞いてて、あ、パークの方ねって思った時にはもうなんか話がすごく進んでて、パークの方ねって言った時にはその人も、え、そこみたいな、要はその同音異義語とかが分からないんです。でそれってなんでかっていうと、普通の人って言葉おかしいけど、その話してる人とか他の人からするとその前後の会話で大体わかんじゃん、そのパークだってみたいな、いやわかんないじゃんっていう前後で例えばボール遊びしててって言われてもちょっとわかんない、だってスピーチかもしんないじゃんみたいなのがあって、その言語の理解がちょっと遅めなんですよね。でただその高い方、その平均よりはるかにすごい高い得意分野があのデータ処理だったんですよ。要は、これってこういうことだなとか、このラジオもそうなんですけど、この番組もそうだし、講演会とかでもそうなんですけど、私台本なしでわーって話してなんとなく時間通りに終わらせたりとかができるんですね。いきなりこうアドリブで振られて、あ、じゃあこの話をこのぐらいでこのぐらいとか、あと車の運転とかも、きっとこう説明書とか読まなくても機械とか大体、まあ、きっとこうでしょうみたいなのが分かる、こうなんかね処理能力が高いらしいんです。だから一見こう本当に講演会とかで話をして何も見ずにわーって時間通りパンって終わらせたりするとすっごく仕事のできる人に見られるんですね。で、あ、じゃあぜひご一緒に仕事をみたいになって、じゃあこう打ち合わせとかなるともう何言ってるか分かんないんですよ、言語理解が遅めだから。なんか、あ、その言葉なんだろうみたいな、あのとか、あと文字も何だろう、句読点がなかったりするとすごい分かんないんですね。でちょっとこの間スーパーに行った時に、あの長いモトロロって書いてあったんです。で長いモトロロってなんだろうみたいな、で長い長は漢字、長いモトロロみたいな、でそのパートナーに旦那さんに長いモトロロってなんだろうみたいな、うん、違うよ、長いモトロロだよみたいな、もに点々打てよと思うわけ。長いもとろろ、長いってきたら長いもとろろじゃんみたいな、なんかそういうなんかその言語がなんかあれなんですかねっていうのがちょっとあって、でもデータ処理がすごく早いから、あ、きっとここってこういうことでしょうとか、これってこの人きっとこうでしょうとか、この状況こうだよねみたいなのをパパーンってなんかこうするのは得意なので、やっぱそういう意味ですごく、なんつったらいいのかな、見られる印象とのギャップ、そのこの人本当は仕事何できないの、できるのみたいなことにすごく苦しんだことも大人になってからあるしっていう、まあそういった中で当時はすごくショックを受けたんですけど、まあなんかしばらくそっか、そういうものなんだってこう受け入れて、自分でそのこの活動を始めた後も、あの NPO を立ち上げる時も若者のことだけじゃなくて、その発達障害もやっぱ生きづらい子、うん、あの抱えてる人たくさんいるから、このこともやろうって言って、最初はね発達障害のことも実はうちの教会取り組んでたんですよ。毎月勉強会やったりして、ただ私が言うのもなんなんですけど、やっぱすごくこう発達障害の人たちってなんだろうな、なんかこうわーって、特にアスペルガー系の人って先が見えない不安をすごく抱えてる人たちが多いので、例えば、その後あの、ね、パートナーとカウンセラーの養成講座とかやってきてた中で、あの普通に講座をカウンセラー養成講座とかだと、例えば申し込みありました、入金がありました、ですぐにその返事というかそのリマインドを送らなくても、別に皆さん何もなく何事もなくで、前日とかにここでやりますって言ってもはいって言って皆さん参加されるんですけど、発達障害勉強会に関しては当事者の人が3分の1、まあ、グレーゾーンの人が3分の1、支援者の人が3分の1っていう塩梅で来てたんですけど、だいたい当事者の人がお金払ったのに何の連絡もないんですけど、詐欺だーみたいなのがなんかすごい続いたり、なんか変な宗教勧誘をしちゃう人とかが現れて、なんかねちょっとトラップル続きっていうのかな、なんかちょっと問題がなんだろうな、その当事者の人が何か問題を起こすことが多くて、なんか私こんななんか神経すり減らしてやるんだったら、一番本来やりたい若者のことを、ね、力入れようっていうことで設立して1年ぐらいで発達障害のことやめちゃったんですよ。もう若者のことに専念しようと思って。でそれと同時になんか自分自身も周りをがその私のそういう特性を受け入れてくれる人がすごく増えたことと、あともっと言うと社長さんとかね、男性経営者さんって ADHD っぽい人多いんですね。ご自分でも ADHD だと思う、検査したらっていうぐらい、あの男性ってすごく多いんですよ、経営者さんって。あのアイデアがボン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 出てくるので、なんかあ、こうやったらいいんじゃん、こうやったらいいんじゃんみたいな、ボンボン出てくるからすごいんだけど、
出しっぱなしっていうのかな、その後処理を周りが一生懸命やってるみたいな、でえこの間あれやるって言ったのにこれやらないんですかみたいなことが結構多い社長さんとか ADHD だろうなっていう気質の方も多くて、なのでこう周りもそういうなんかなんて言ったらいいのか、みんなでこぼこがあるし、そもそも障害とかじゃなくないこれって、なんか人間が作った病、何でも病気にしちゃってるあれでしょ、でもちろん食事とかで変わるし、長く生きてれば変わるし、みんな何かしらなんかそういうのあるよっていう人たちが周りにどんどん増えてきたんで、なんか私自身も自分がそうですみたいなこと全く言わなくなっちゃったんですね、思わなくもなっちゃったっていうか、たまにちょっとあこれすごいわかんないな、もしかしたらちょっとこうアスペルガー的な部分でわかんないのかもみたいなことは起こっても、本当ね年に数回そういうのあるかなぐらい普段はもう忘れちゃってたんですね。ただやっぱり社会的にも発達障害っていうテーマで勉強会をする人もいたり、そういったことで私自身が今まで培ってきた知識とか経験とかスキルをお話しするとすごくやっぱあ勉強になりますって言われることも多いんで、そうだなちょっとたまにはそれも久しぶりに引っ張り出すかっていうことで今日はちょっとお話をしてる感じなんですね。そうで LINE くれる子の中にもね、こう発達障害とかもそうですし、いろんな何かそういうの抱えて苦しんでたり生きづらいっていう子たちも多いんですけど、一つ言うと発達障害って一応生まれ持ってのものって言われてるんです。だからパニック障害みたいな、何かこう生きていく中で辛いことがあって PTSD 的に後付けで後からなった発症したものではなくて、発達障害に関しては、一応科学的にいろいろ解明されてないことたくさんあるけど生まれ持ってのものなので、子どもの時からそういう特性を持ってるんですね。だから治し良くなることはあっても完全に治るみたいなことはなかったり、ただそのやっぱもともと持ってるものとして、その自分自身がこんなのがあってみたいにすごくこう自己否定する子たちも多いし、またそれがあることで周りから非難されてたり、親とかからねそういう生きづらさを持ってる子もたくさんいるので、まあ少しでも何か私が伝えられることがあったらなって思ったんですけど、例えばちょっとあるあるみたいなことを話すると、これもアスペルガーの特徴だったの知らなかったシリーズですね。その当時その発覚してびっくりした時に、例えば私同じものばっかり食べするんですよ、じゃあ例えばファミレス、どこどこのファミレス、ここのファミレス行ったらもうこれハンバーグって決まってたり、じゃあここのファストフードに行ったらもうこの照り焼きバーガーしか食べないみたいな、もうなんか冒険一切しないんですよね。もう安定のこれみたいな、で他いろいろ攻められてももうこれみたいに、それこそこだわりっていうのかな、で同じものばっかり食べをするので、すごく家族からもしょっちゅう笑われるのが、回転寿司に行った時に私はハンバーグを何皿もハンバーグばっかり食べたり、あと最近ハマってるのはなんかウインナーっていうお寿司があるお店を見つけてですね、近所にウインナーが乗ってるんですね、ハンバーグに最強です。そうウインナーばっかりを4皿とか頼むんですよ。でなんか寿司じゃねえしみたいな、なんでその同じもんばっかり食べてって、いやむしろ好きなようにさせてよみたいな、なんかほっといてっていう感じなんですよ。だから同じものばっかり食べをすごくするし、あと同じものばっかり着るシリーズもあるかなと思います。気に入ると色違いで絶対買うんですよ。色違い靴とかも色違いで揃えたりとか、同じもの買う、あとあれですね、音楽も同じものばっかり聞くシリーズもあります。この歌いいって思うと、若い時とか子供の頃は昔カセットテープだったんですけど、46分テープ A 面 B 面ずっとその曲を録音してずっと聴いてるとか、飽きるまで、とか私も今の曲聴いてるやつとかも同じような曲がずっとずっとかかるみたいな風にしてるんですね。とかあとはこれ意外だったんですけど、結構ねビビリな人が多いです。びっくりする人、すぐはーってなる人、ちょっとその傾向があるかなっていうのが、その施設にいた時も発達障害持ってた男の子がいて、ちょっと不良っぽい男の子と、なんかお互い階段が私は降りる、向こうは登ってくるみたいので、こう会うともうなんか本当この世の終わりみたいに二人でギャーって叫ぶんです。でそれなんか発達障害の子みんなやるよって言われたんですよね。なんか異常にびっくりするみたいなやつとか、あとこれもちょっとね、本には実は発達障害の解説本とかには載ってないシリーズなんですけど、私よくこう車乗ってたりとかして、前の車とかのこうナンバーを語呂合わせしちゃうんです。必ずよろしくだとか、
いい波だ、湘南いい波多いんですけど、いい波だとか、なんかよろしくじゃんみたいな、あの人ね絶対工藤さんだよ910だからみたいなあの人5月10日生まれか後藤さんだねみたいに510みたいな、なんかすごくしちゃうんです、すっごくしちゃうんです。でそれをやっぱりその節のその当時のその人にと一緒に車乗ってる時にそれをふといつも通りやったら、あそれ発達障害持ってる子みんなやるんだよねって言われて、これもみたいなとか、あとねあれです、あとその私生い立ちのせいだと思ってたんですけど、その人と料理をシェアできないっていうところがあって、まあ、どういうことかというと、じゃあみんながイタリアン行きましょうみたいになりました。で、あじゃあ適当にピザとかパスタとかいろいろ頼んでシェアしましょうっていうのがすんごく嫌なんですね。どういうことかというと、私ずっと小さい時、ね、親が全然帰ってこなくて一人でカップラーメンとか食べてた女の子だったんで、一人で孤食、一人で食べることに慣れてたから人とご飯のシェアができないものだとそれまでずっと思ってたんですけど、そうじゃなくてどうやらそのアスペルガー的な傾向で、これは自分のっていうこだわりがちょっと強いんですよね。潔癖症とかじゃないんですよ、別にお箸つけてもらっても全然構わないんですけど、好き嫌いが基本的に発達障害の人ってこう感覚過敏みたいな、聴覚とか舌とか味覚とか感覚過敏の人が多いんで、偏食の人多いんですよね比較的。でその苦手なものが多いので、食べれないものが多い分その好き嫌いが激しいから好きなものだけを食べたいんですよ。でそうなった時に冒険もしないし、そうなった時にシェアをすると、本当はこのミートソースめちゃめちゃ食べたいけどみんなとシェアしなきゃいけないから、こっちのなんか食べたくないアラビアータもよそんなきゃいけないみたいなことがすごいストレスだったりするんです。だから私一人でカルボナーラ食べさせてくださいみたいなことを平気で言うしやりたいんですよね。だそれもそうだとか、あとこれはもう特徴的ですけど、冗談が通じないっていうのもすごくあるんですよ。全く冗談通じないです。よく言われます、本当これはもう自覚してました若い時から、本当冗談通じないねっていう、全然わかんないみたいな、やっぱそういう中でそういうあるあるを持って生きてきて、それが大体全部そうだったって言った時に、これ今ラジオ聞いてくれてる子とか人の中でも、あ自分もあるって人いると思うんですよ。でちょっとね一つシェアしたいのが、その発達障害の勉強会やってた時にすごく感じたこととして、やっぱなんだろうな、すごくこう社会的にも発達障害みたいなものがすごく注目をされて、で私もそうかも、俺もそうかもみたいな人がちょっと増えてきた時があったんですよ。でグレーゾーンの人って確かにすごく多いんですね。なんかこの人ちょっとその気あるよねって人たくさんいるんですけど、そういう人たちがみんな口を揃えて、なんか診断しようかなって言ってた時があって、でそれ何のためにするのっていう話をすごくしたんですよ。そもそも生きづらくて、それがあることですごく生きづらくて、診断を受けることでちょっとでも楽になったり、あ自分はやっぱりそうなんだっていうところの何か落としどころがあったり目的があって診断を受けるんだったらいいんですけど、あ自分もそうかもしれないから受けてみるみたいな、別に占いじゃないし、困ってないなら受ける必要ないですっていうのを当時によく言ってたんですね。なんか自分もそうかもみたいな、なんか動物占い何みたいなノリではなくて、本当に生きづらくてそういうものを抱えてて、自分ってなんでここが治んないんだろうとか、なんでこういうとこが合うんだろうっていうふうに、それまでにやっぱすごく悩んできた人が診断を受けることで自分で何か答えが出てきたりするものなので、別に受けたからって何も変わらないし、むしろなんか困ることもあるかもしれないぐらいなので、なんかこう面白半分で受けるものじゃもちろんないです、興味本位でっていうのを言ってたんです。でやっぱ同時にすごく私この若者の相談やってても思うんですけど、中にはその発達障害に限らず、じゃあパニック障害があります、じゃあ知的障害があります、なんとか障害があります、ね、統合失調症がありますとかっていう子がいるんですよね。でもちろんそれはそれですごく苦しいことだし、いろんな辛いことを、ね、耐えてきたり乗り越えてきたから、そういう鬱になっちゃったり、いろんな心の病気障害とかが出てきたりすることもあると思うんです。ただこれ発達障害にも通じるんですけど、自分はこういう障害があるんでって開き直るのは違うぜっていうのはすごく言いたいんですね。なんか分かってよもそうなんですけど、自分はこういう障害があるからしょうがないじゃないですかみたいな、
知るかって話なんですよ。そう、別にだから何っていう、他にもみんないっぱいいるし、なんかその自分はこれなんだからっていう、なんかこう引導のための障害ではなくて、自分はこういうのがあるんだっていう、あくまで自分の解説をするときに使うものだと思うんですね、すべてにおいて。なんか自分はこうなんだからしょうがないじゃんとか、自分はこうなんだから分かってよっていうのはすごくエゴなんだよってことは、若者にも大人にもなんか伝えたいなと思ってて、当時その勉強会の時もよく言ってたんです。で、よく発達障害の人とか、あと LGBT の人とか、あとなんかこう病気の人とか大病した人とか、いろんな人がいるんですけど、そういう人たちってこう、世の中でいうマイノリティの人たちね、いろんなマイノリティって言われる人たちの、たまに一部の人たちであることとして、分かってっていう人がすごく多いんですよ。この例えばちょっと体に障害がある子、私たちのこれ分かってくださいみたいな。私そのダイバーシティとか、いろいろね、差別をなくそうとか、もっといろんな人たちが分かり合える社会をって言うんであれば、マイノリティを分かってっていうことであるならば、そのそうじゃない人たちのことも理解するのが本質だし、平和だと思うんですね。どういうことかというと、その例えばじゃあ当時 LGBT の人が、じゃあ自分は、ね、ゲイですとかで、分かってください、分かってください、受け入れてください、こういう人がいるのって、それを言うのはすごくもちろん素晴らしいことだし、発達障害ってこういうものなんです、私たちこういう特性があるんで分かってくださいっていう活動は素晴らしいけど、それを分からないって受け止めない人、受け止められない人がいることも、こちら側は受け止めなければいけないって、わかるかな。要はマイノリティの人たちが分かってっていう主張をした時には、必ず分からない人がいることもこちらが受け止めないと、それって単なる主張にだけになっちゃうんですよね。押し付け、分かって分かって、分かってくれない人ひどいみたいな、いや分かってくれない人がいることも受け止めないと、その自分たちのマイノリティばっかりをこう分かってって、すごくそれって自分勝手なことだよって、戦いのもとだよっていう話なんですよね。そのダイバーシティとして、世界的にも社会的にもこう互いが分かり合える社会っていうことは、その分からない人がいることも受け止める、そこがすごい大事だと思うので、だからこそ、その発達障害もそう、いろんな障害だったり、いろんなマイノリティの人たちに伝えたいのは、すごく苦しいこと、分かってもらえなくて辛かったことたくさんあると思うんですけど、それを分かって分かってっていうのって、またそれもエゴで、分かってくれた人がいたらありがとう、分かってくれてって感謝だし、もしもう分からないって拒否したり拒絶する人がいたとしても、それも受け入れるっていうことがすごく大事なんですよね。こう受け止めてくれない人なんか、受け入れてくれない人ひどいではなくて、それって結局マイノリティなんか分からないって攻撃の戦いしか生まないので、こう分かってくれない、受け入れられない人のこともこちら側は受け入れるっていうのが、こうした活動とか主張を発信をする中ですごい大事なことなんですよね。結局戦いが生まれちゃうだけなので、だそんな風に、ね、私たちはその当時すごく勉強会やってたんですけど、今もまたね、勉強会やないんですかみたいなことをすごい昔久しぶりに言われることもありますが、オンラインとかだったらいいかな。でも何かしらそのブログで発信なりはちょっとしていけたらいいかなと思ってるんですね。この世の中たくさん発達障害の本当に当事者の人がずっと活動してる団体さんとかカフェとかもありますし、でそういったところがいろいろ活動してくださってるので、うちは若者のことに特化してやれたらいいと思うんですけど、私が当事者として言えることとか伝えることで何かプラスになることがあればなと思うので、時々そういったブログとかで発信していけたらなと思ってます。はい、このね、ちょっとあるあるで今日終わっちゃったけど、結構ね、トラブルの話とかいろんな話があったんで、今後またちょっと機会があったらこの話はしていきたいなと思うんですけど、普段本当ちょっと忘れちゃってるんでね、特に今困りごともないですし、確かそういう診断を受けたけど、今別に何も困ってないし、自分の強みを生かして活動していて、できないことは助けてもらいながらやってるので、別に何も困ってないなみたいなとこですね。困るといったさっきみたいな、長いモトロロってなんだろうってしばらくちょっとこう悩むみたいなことぐらいですかね。データ処理が早いということでいいかっていうふうに自分で納得させてます。はい、でですね、ちょっと告知をしたいと思います。さっきちょっと冒頭でも言ったんですけど、クラウドファンディング、またスタートいたします。私ね、プレッシャーに弱いんで、あんまりクラウドファンディングとか本当はこう
得意じゃないんですよ。こう達成しなかったらどうしようどうしようって、できなかったらどうしようって結構うじうじしちゃう方なんで、本当はものすごいプレッシャーなんですけど、なんでこうやってそんな苦手なクラウドファンディングにチャレンジするかというと、ね、オンライン場所、去年の6月から始めたオンライン場所がですね、本当に若者たち子どもたちが成長できる素晴らしい居場所になってるんですよ。うん、でそこではね、いつもあのグッド&ニュー、グッド&サンクスって言って、その日あった嬉しかったこと、良かったこと、感謝のこととか気づきをねシェアしてるんですよ、みんなで。で、あ、学校今日行けたんですとか、保健室登校でも行きましたとかって言って、良かったねってみんながこう褒め合い、称え合うような場になっていて、あ、この場所はコロナで、コロナ禍だけでも何かサポートしようと思って立ち上げた居場所でしたけど、ね、今年その何回も取材もしていただく中で、すごく大事な場所ですねっていう声もたくさんいただいて、ここは本当継続していかなければいけないなっていうのを強く感じてですね、まあ、継続のこのオンライン場所を残したいということで、クラウドファンディングを立ち上げます。で、来週月曜日から、1月の23日まで約2ヶ月間ちょっと走っていきます。目標金額300万円ということで、まあ、今回はそのレディフォーさんの子どもプロジェクトというプロジェクトに組み込まれるので、インフルエンサーの方、ね、芸能人の方もシェアしてくださるような、そんなクラウドファンディングだそうです。で、まあ、本当プレッシャーだらけなんですけど、うん、少しでもそういった、ね、居場所を作っていけるように、私たちもしっかり、うん、努めていきたいなと思うので、来年いろんなね、また助成金とかも申請しながら、うん、いろんな活動していけたらなと思ってます。でね、ちょっと来年みんなの全国回れるような、そういったこう助成金ももらいながら、全国でキャンプとかができるような、そういう取り組みをね、若者たちとリアルにも会えるような、オンラインだけじゃなくてリアルにも会って支援ができるような活動をちょっと来年はしていけるように、今一生懸命動いて頑張ってるので、ちょっと待っててもらえたらなと思います。ね、そして応援してくださる皆様には、本当にちょっとこれから団体として NPO として今まですごく抜けてた部分たくさんあったと思うんですね。報告系もなんか日々の現場に追われてきちんとした報告書もできてなかったり、そういった事務的な部分がすごくないがしろになってたことたくさんあるんですけど、これからちょっと新しいメンバーも入って、頼もしい人たちも入って、一緒に役割分担をして活動をしていこうっていうふうに話にもなっているので、きちんとしたその報告とか、うん、団体らしい動きを来年は目標として動いていくので、ぜひ応援ご支援いただけたらなと思います、ね、若者たちは引き続きもう生きてることだけ頑張っててくれたらいいですって感じです、はい、ね、今日本当久しぶりに一人でべちゃくらしゃべくり倒す会、いや、私もう一曲ぐらい入れようと思ったのに、発達障害の話してたらあっという間でした。なんか本当にあっという間でした、ね、よく喋んなって思うんですよ。そんな台本ないんですよ、相変わらずあれなんですよ、私あるある同じものばかりみたいなことしか書いてないんですけど、なんかちょっとこのこと話そうぐらいしか書いてないまま、びちゃくら喋って結局全部喋れないまま終わるっていう、そんな感じです。でも時間見ながらこう話すのはね、結構得意だったりするんで、これからもそのデータ処理能力は生かし、言語理解は相変わらずわからないままでいきたいなと思います。でもね、この補足ですけど、ちなみにその、ね、じゃあ私がデータ処理が非常に早くて言語理解が遅くてって言ったこういったデコボコ、同じアスペルガーでも逆で、データ処理が遅くて言語理解が高い人とは合わなかったりするんですってね。そりゃそうですよね。そんな風にその発達障害って、その人の特性とか、その人のその強みというか特性で全然パターンも性格も行動も変わってくるので、一概にもこれがそうですって言えないんです、すべて。だから何か自分はそうかなと思った時には、まずなんか診断とかいうよりも、その周りにいるそういった人に相談をしたり、あと受け止めてくれて困りごとがないんだったらそれでよしっていう風に、あ、自分これでいいんだってまるっと受け止めるってことしてほしいなと思います。何か生きづらかったりね、悩みを抱えてしまった時はいつでもご相談をうちの LINE にしてくれたらなと思います。ということで、今日も1時間枠で放送してまいりましたが、今日の放送も以上となります。また来週水曜日午後4時からクロス FM にてお会いいたしましょう。ということで、この番組は一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたしました。住宅ローンの支払いが苦しい、そうだペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい、一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。
心も暮らしも豊かに。一般社団法人ペガサス。お問い合わせ03-5357-1925 03-5357-1925 までお気軽にお電話ください。